どうもこんにちは、 K チャンネルです。今回は JR 大阪駅にやってきました。まずはね、この目的の動画の前に、このエレベーターものすごいね景色いいんですよ。じゃじゃーんとね、こんな感じで大阪市内をね見渡せます。ものすごい景色いいですよね。はい、というわけでエレベーターからを離れ本編に入ります。今回の企画は大阪駅から西明石駅までこちらのスーパーハクトに乗りたいと思います。特急スーパーハクトは京都府京都駅から鳥取県の倉吉駅までを結んでいます。何やらかっこいい掲示板ありましたよ。こちらからはユニバーサルスタジオジャパンのマリオラッピングが来ました。さあ、まもなく特急スーパーハクトが来ます。貫通型か非貫通型かどっちかでしょうかね。僕は非貫通型の方が好きですが、どうでしょうか。おお、これは貫通型な。まあ別に貫通でもいいです。僕実はね、人生初めてスーパーハクトをね乗るので、もう全然ね乗ることが嬉しいのでね、もうそんな貫通だろうが非貫通だろうがどっちでもいいです。かっこいいですね、さすが地図急行。こちらのねスーパーハクトはディーゼル車なのでね、すごいエンジン音ですよね。こちら見てわかると思います。窓にね30と書かれたシールが貼られてるんですけど、実はこれね地図急行が30周年迎えたということでね、ヘッドマークシールが付けられています。さあ窓が開きました。お、自販機が見えました。これはね、後でゆっくり紹介します。というわけでね、僕らの座席に行きましょう。すごいですね、なんかスーパーハクトの車内、ものすごい渋い匂いがします。さあ、僕らの座席が見つかりました。こちらね、地図急行とついています。少し前の先頭部分に行くと、このような個室型のね、座席が2人分ありました。こちら運転台ですね。ではちょっとね、さっき気になってた自販機に、ね、行きたいと思います。では、潜入。あの手をかざすと開くタイプですね。もう最近はそういう特急が多いですよね。はるかとかありましたよ。こちら自販機、車内に自販機がねすごいですよね。かといってもね、あの近鉄の名阪特急の火の鳥もねなかなかすごいんですよ。あれね、車内にねカフェスポットやグッズも売ってるんですよ。それで結構ねお得な値段なんで、ほんまねいいと思います。ではね、探索も終わりで座席に戻りたいと思います。もう間もなく発車ですね。西日本一の巨大ターミナル駅大阪駅を発車しました。19時26分に着きます。三宮を出ますと次は神戸に停まります。
このメロディーはふるさとですね。こちらね、飲み物を買いました、大阪駅で。この通り、もちろん特急なのでね、コンセントがついています。そしてリクライニングもできます。まあさすがにここまでリクライニングすることはできませんけどね。こちらの右の膝置きからミニテーブルがね出てきます。日差し防止のやつもありますよ。和風ですね。さあ次は三宮駅に着きます。ゆったりとした車内で都会の夜景景色を見て旅をします。三宮駅に着きました。気づけばもう真っ暗ですね。 K チャンネルの動画でこの夜の動画って久しぶりですね。さ、三宮駅を発車しました。次はお隣の神戸駅に着きます。まさかね、普通西明石行きとね同時発車です。並走しました。こっちはゆったりとした車内でくつろいでますが、普通電車はものすごい満員電車です。こうやってね動画撮影してるんですけど、あちらの321系は転換シートじゃなくてロングシートなのでね、向こう側に座っている方とね目が合うと気まずいです。さあもうすでに見られてますよ。いや、おはようございます。特急スーパーハクト13号鳥取方面倉吉行きです。さすがね特急列車ですよ。どんどん抜かしていきます。おお、ちょっと抜かされてますよ普通電車に。でもね大丈夫なんですよね。こちら普通電車なので各駅停車です。だから次のね駅で止まります。新快速とかもねよくありますよね。最初抜かされるけど、どっちみち普通電車が各駅なので途中でね、追い抜かすという、そういうね感じです。この後ねまた抜かすと思います。普通電車がもうすぐ駅なのでね、減速し始めスピードを落としました。そのためねスーパーハクトがどんどん追い抜かします。321系とホームを猛スピードで通過していきます。このスーパーハクトは運行開始日は1994年の12月3日に運行開始されたということです。運営者は西日本旅客鉄道の JR 西日本と智頭急行です。スーパーハクトは智頭急行及び西日本旅客鉄道 JR 西日本が京都駅、大阪駅、鳥取駅、倉吉駅間を東海道本線、山陽本線、智頭急行線、智頭線、因美線、山陰本線経由で運行する特別急行列車であります。さあ間もなくこの電車は明石駅に着きます。もう窓がものすごい反射しすぎて、もう鏡じゃねえかって感じですよね。Please stop at
あちらに光っているタワーは東経135の明石市5線があります。山陽電車はお乗り換えです。2号車と3号車の間に出口はございません。2号車のお客様は前の出口から、3号車のお客様は後ろの出口からお降りください。明石を出ますと次は西明石に止まります。もう夜も遅い時間ですので、やはり人は少なめですね。さあ、まもなく K チャンネルが降りる西明石駅に着きます。そろそろね、降りる準備をしたいと思います。長かった旅もこれで一旦終了です。こちらね、ドアを開ける手前にこちらのね、カメラがありました。これね、全面展望が見れます。すごいですね。スーパーハクトももう少ししたらね、引退するという噂もありますが、まあ、いい電車ですね。驚きなんですけど、まさかのね、西明石駅で降りたの僕らだけでした。結構ね、乗車されているお客さん多いのに西明石駅で降りたの僕らだけってすごいですね。たまたまなだけかもしれませんがね、まだ8時前なのにこんなにも人が少ないですよ。西明石はね、在来線が3面6線でプラス新幹線ホームがあるのにね、こんなに少ないなんて。さあ、大久保まで帰る電車がやってきました。夜景が綺麗ですね。まもなく大久保駅に着きます。今回は大阪駅から西明石駅まで特急スーパーハクトに乗ってみました。人生初のスーパーハクトに乗ってみましたが、今回もね、いい旅、いい経験、いい思い出ができたなと思います。で、今回は皆さんにご報告がありまして、今までは TikTok も やってたんですけどね、今回をもちまして TikTok をやめさせてもらいます。
なぜかというとね、理由は、まあ、TikTok ね、基本的に全然投稿しないですね。なのでね、もうやめました。基本的には YouTube、X、インスタをね、中心にやろうと思ってます。そこをね、これからもよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕その他に X やインスタもやってるので、ぜひそこからもフォローお願いします。ありがとうございました。